タイマンやりたい人が いますよ。それはいますよ、たくさん。独身さん好きですって言ってる人はたくさんいますよ。モテますからね。かぼろいか、お前。どうせ、あれだろ、ゴースティングしてんだろ、スナイプ。配信聞いてるか？ツイッターのアカウント消した。ゴースティングプロキッズ、かぼろいかくん。あ、いるね。やっちまえか。やば。いいショットが持ってんじゃん、お主。おい！じゃあ今回ちょっとスカーも気にしちゃおうか。スカーって何ですか？面白いですね、ごめんね、そのコメント。もうちょっと詳しく聞いてもいいですか、そのコメントについて。え、カモノイカいける？おい、キルログにカモノイカがいるらしいぞ。おい、お前今日も来てっか、お前。カモノイカ、お前なんでツイッターのアカウント消したんだよ。おい、カモノイカ、カモノイカ、なんでお前ツイッターのアカウント消しちゃったんだよ。カモノイカ、カモノイカ、なんでお前ツイッターのアカウント消しちゃったんだよ。俺と一緒にフォートナイトしないか。ディンデリディン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 。カモノイカ、スナイプしたけど死んだわ。わらわら。カモノイカが来たぞ、みんな。うわー、シナリオゴースティングプロ集団のカモノイカくん。今、ゴースティング配信中にね、またスナイプしてきてね、もうツイッターのアカウントを消したにもかかわらず、また発作が起きてゴースティングしてるんでね、この子。もうやりません。ありがとうございましたとか言ってたのに。また僕に絡んできたということで、ちょっとこれ終わったら、招待してみますか。やっぱゴースティングって薬物みたいなもんなんだな。やめられないんだな、多分な。ちょっと依存症。ボクシング依存症。お前、ID なんだっけ？gsting, ghosting.kamonoika。もう赤番にしろ、このアカウント。なあ。ghosting かもノイカとかやばいだろ、お前。かもノイカ？なんすか？あれ、声、それだっけ？はい。あれ？かもノイカってこんな声だったっけ？はい。そう？はい。まあ緊張してたんで。ほんと？なんすか？なんすかじゃなくて、なんかこの間なんかもう辞めるとか言ってたのに、なんでまた入ってくるの？あー、はい、そうっすね。うん、どうした？ちょ、よく覚えてないっす。覚えてない？はい。この間辞めてくれるっていう話だったんじゃないの？そうっすか、あんま覚えてないっす、すいません。また発作が起きちゃったかな。発作がちょっと禁断症状出ちゃいます。ゴースティングの動画見た？こないだの見ましたよ、好評でしたね。コメント欄からだ。あ、ちょっと待って、お前さ、お前ツイッターのアカウント消しただろ。あ、そうっす、そうっす。なんでクラン入ってたんで抜けました。え、クラン入ってて迷惑かかるから消したってこと？そうっす、偉いっすね。お前さ、カモノイカなんで。ダメだろ、はい、お前それクランに迷惑かかるだろ、お前。そう、だからもうクランは抜けて、うん、自由な身でやりたいなって思って。え、待って、クラン抜けちゃったの？はい。もうバカ、お前ゴースティングがしたいためにクラン抜けたの？そうそうそう。お前バカだろ、お前。お前本当にバカだよ、お前な。お前バカすぎる。お前きつ。お前バカだ。やっぱスナイプが趣味なんでそっち優先しちゃいましたね。お前やばいよ、やば、マジか、ゴースティング。マジじゃあこれからはスナイプして入ってくるってこと？はい、そうっすね。やだよ、でもゴースティングクラン作ろうかなって思ってたんですけど。お前さ、もういい、だからそれもう終わったからさ、なんか違うとこ行ってくんない？なんか、いや無理っす、無理っす。俺じゃなくていいよ。いや、ボクシングさんの反応が一番好きなんです。だからさ、ちょ、他行ってよ、俺もう今頑張ってる。無理っす、無理っす。無理じゃなくて。すいませんけど、それは無理っす。だからさ、僕の、はい、僕だったらね、ゴースティングするとしたらばよ、したことないけど一回も、はい、それは女性にやりたいのよ、可愛い女性とかいるじゃん。はい、僕ゲイなんで無理っすよ、そういうの。笑えないかもしれないですけど、割と真面目に好きなんで、そっち行っちゃいますね。とりあえずボクシングさんのゴースティングはします、これからも。だからもうやめてくれよ、もう。本当に嫌なの俺。じゃあ一緒にやろうよ、じゃあ今日は。はい、そうですね。うん、はい、そうしよう。負けますよ。いいよ、一緒にやろうよ。あ、ちょ、聞いてくださいよ。何？抜けたクランの人からフレンド申請来て困ってるんですよ、どうすればいいですか？どういうこと？じゃあクラン抜けたじゃないですか、ゴースティングがバレて。おお。で、そのクランの人私からフレンド申請が来たんですよ。え、どういうこと？なんでフレンド申請が来たってことは、え、フレンドだったんじゃないの、元から？いや、消したんですよ一回。うん、ゴースティングしたから迷惑かけないように。なのにフレンド申請してきたんですよ。あー、っていうことはそのカモノイカの知名度を借りようとしてるってこと？そうそうそう、わかんないですけど。そのクランも大概だよ、もう。ボクシングさんがクラン作ってくれればいいんですけどね。あ、俺がゴースティングのクラン作んの？ゴースティング護衛隊クランを作ってくれれば。
カモノイカをぶあの隊長にして。そうっすね、最強だと思いますよ。じゃあさ、カモノイカ率いるゲームが好きなクソガキっているじゃん、たくさん。はい、ちょっと作ってみる一回。ゴースティング名前何にする？ちょっと待って、そのクランを作って何がしたいの？君たちは何、競技に出たいの？防衛隊クランス。そんなのはいいんだよ。何、競技頑張りたいんでしょ、要は。競技頑張りたいっすね。だろ、やっぱ休校中暇すぎるんで。休校中暇すぎる。じゃあお前、カモノイカ率いるゴースティング集団ちょっとさ作ってみる一回。そう、僕は今リンゴ選手とエビヒロとか、ボクシングさんが許可する時だけで、何それ、毎試合いるわけじゃなくて、ボクシングさんが今日は守ってみたいな感じで言ってくれば、そのボクシングクランが、違う、お前が面倒くさいから。違う違う違う、お前なんか勘違いしてるかもしんないけど、君がゴースティングしてくから迷惑かかってんの、わかる？君がしなきゃいいの、まず。そうっすね。お前しかゴースティングするやついないのにさ。僕はそのクランに入ることで、何が守りますだよバカ。お前何言ってんの。僕はそのクランに入ることでゴースティングの守る側になるんですよ。ゴースティングって殺す側と守る側がいいじゃないですか。この前も見たかもしれないですよ。ちょっとこれこれポーション飲みな。お前だよゴースティングしてんのは。何が守りますだよお前。ふざけてますよお前。ふざけてないですよ、別に。しっかりしますよ。めっちゃ詰めていけるこいつ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。あんまり舐めないでほしいわ。先生舐めてました。やべ！ああ、はい、ジジイ、ナイスボクシングさん殺し。お前俺の味方や。バカでねえな。お前真面目にやれよお前な。デュオの方がさポイント上がる？それは人それぞれじゃないですか。本当？強い人が弱い人とやったらデュオ下がるし、強い人が強い人とやったら上がるしみたいな感じですよ。僕は強いんで、ボクシングさんみたいな弱い人とやると下がるんですよ。ということは俺がザコって言ってんのお前な。そうです。ずいぶん舐めた口聞いてくれてるね。言ってこの前のゴースティング5回中4回勝ってますからね僕。お前なんか5回中4回勝ってますよ。舐めてんのお前。舐めてないです、舐めてないです。要するに僕の方が強いってことは証明しただけです。今そんなにやってんの君ゴースティング。はい、5回って少ないことじゃないですか。ボクシングさんのゴースティングって専属みたいなのいるじゃないですか。いるね。そいつよりは少ないかもしれないですけど。お前さ、毎回俺がゴースティングにやられてさ、お前 、はい、こないだろって言うけど、いつか知らないけどさ、4回もお前にやられてんだよ。やばくない？そうっすね、やばいっすね。ストレス、ま、ストレス俺より弱いってことですよ。いや、やばくないよ。だってゴースティングされてんでしょ。はい、それは言うて遅延あるんで、プレイには関係ないですよ。ないわ。ありますよ、3、だって今日、だってゴースティングされてないもん、遅延入れたら。あれ？なんで？されてましたよね。いや、ボクシングさんとこに5人ぐらい集まったじゃないですか。されてませんよ。いや、されてないから。起きてます。別に。いや、されてないから。いや、されてない。おかしいですもん、だってあんな田舎の町に5人ぐらい集まって。いや、されてないわ。おかしいなって思いましたもん。いや、されてない。G だなって思ってました。いや、されてますよね。いや、一般なふりしてるから、あいつら。普通に考えたらおかしいですか、あなたの人に。だからこの配信ではありえるのよ。ある。だからそれ G じゃないですか。最近わかんない、わかんない、それは。そんな風に聞いてみないとわかんない。頑張ってくださいね、これからも。頑張ってください。お願いしますよ、ゴースティング。また倒してくださいね、僕以外は。僕は勝っちゃうんで。だからさ、クラン作ろって、競技。いいっすよ。それで、君たちだってうまいんでしょ？はい。なんか、日本のトップとか狙えるの？頑張れば。無理？頑張れば狙えますよ。本当に？はい。どんぐらいいける？前のハイプナイトで、70とか取りましたよ。70か。2桁は2回入ってます。あー。もっと頑張ればさ、1位とか取れないの？なんか間違っちゃったりしたら。間違っちゃったり、まあありますね。可能性的にはあるんじゃないですか。おどかさんってそれでめっちゃ有名になってるじゃないですか。どういうこと？自分がオーナーのクラン作りましたよね。リドルっていうクラン作りましたよね。うん、ボクシングさんもそれで人を集めて有名になれるし、うん、でも競技僕は人選が分かんないから、君みたいなキッズを渡して君みたいなキッズを呼んでね、ゴースティングして強いからつってクラン作っていいのかなって感じする。だってそれはボクシングさんしですよ。僕は何でもいいんですよ。ボクシングさんが言い出した話なんで。何でもいいじゃねえんだお前な。俺が言い出したじゃねえよお前。何を言ってんの。違う、寿司三昧の社長は海賊を買収して漁師にさしたんだよ、わかる？はい。すごくない？その話って海賊だよ。海賊を買収したんだよ。なんで海賊するの。ボクシングさんもそれにかければいいじゃないですか。僕が海賊だと例えてやりましょうじゃあそれ。その話を繰り出してやだよ。だってこんな幼い恋してたでしょ。でもわかんないよねそれは。わかんないよね。はい、それはそれはダメですよ。その幼い恋とかそういうの、そういうのやめた方がいい。そういうのやめた方がいいっすね。オッケーオッケーオッケー。ピキちゃう、それはピキちゃう。ピキちゃってますよ。